内形ドリル、理解確認、3、2、1、言いましょう。まだ仕事がありますから帰らないでください。明日テストです。勉強しなければなりません。まだお腹がいっぱいですから食べなくてもいいです。隣の人の答えを見ないでください。わかりませんから先生に聞かなければなりません。時間がありますから急がなくてもいいです。エアコンをつけました。窓を開けないでください。約束がありますから出かけなければなりません。外で食べますから晩ご飯を作らなくてもいいです。ここは危ないですから来ないでください。食べ物がありません。買い物しなければなりません。彼がお金を払います。あなたは払わなくてもいいです。絶対にパスポートをなくさないでください。あと2時間待たなければなりません。全部知っています。何も話さなくてもいいです。私たちのことを忘れないでください。毎日電車に乗らなければなりません。元気ですから薬を飲まなくてもいいです。今子供が来ます。ドアを閉めないでください。お客さんがいますからここにいなければなりません。車で来ましたからタクシーを呼ばなくてもいいです。今晩シャワーを浴びないでください。ここに名前を書かなければなりません。彼は大丈夫です。手伝わなくてもいいです。美術館の中で写真を撮らないでください。毎日6時に起きなければなりません。これをあげます。返さなくてもいいです。まだ聞いています。ラジオを消さないでください。
明日早く起きますから、早く寝なければなりません。ペンは使いません。借りなくてもいいです。